衆議院選挙10日目。本日は井戸学園駅からスタートし、スーパー前で凱旋。先の巣よりもさらに大きな声援を感じています。午後は江南区を自転車で回り、夕方は井戸学園駅にて凱旋を行います。メモドリオ、神奈川ぬく、衆議院選挙10日目。井戸学園駅からスタートし、江南区から南区を駆け巡りました。残り2日、明日は上大岡からスタートです。最後まで応援よろしくお願いします。スモリリオ、神奈川バヌク。令和新選組神奈川県第2区、立地候補者の三好亮と申します。その神奈川に区があれば日本が変わる、その思いを持って9年間務めた外務省退職、そして利権とは一切無縁の令和新選組から菅元総理に挑戦しております。ここを変えないと社会を変えることはできません。社会を変えるためにもどうかこの三好亮に力を貸してください。4階のベランダの方、見えてます。はい、どうございます。